なるほど、ここでどんどん前に行くぞと。おっとカットしていく。でここでどんどん前に行こう、どんどん前に行こう、ここで行くよ、ザーン。これはかなり攻めの攻めの姿勢、ついにシーズン13来ましたね。ということで、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハセシンです。ニューキャッスル使うことができるかな。今ねアップデート終わってデュオ仲間補充オンにして検索をかけてみたんですが、使うことができそうです。選んでいきましょう。新しいレジェンドニューキャッスル、いいじゃないの、いいじゃないの、かっこいいっすね。どうやらですね、このニューキャッスルのスキルがね、移動させながらね、シールドを展開させることができるみたいな。頑張っていきましょう。どこでもいいっすよ、開幕。そこでもいいっすけどね、ファイト多めにいきましょう。よろしくお願いしますね。とりあえずね、頑張って使っていこうと思います。初動多いっすね。で、皆さん、なんと言ってもですよ、マスター起動、つけてきました。オッケー、そこ行こうか。熱くなりそうだね。いいとこ選ぶな。さあ、味方の方よろしくお願いしますね。いいっすよ、これが新しいマサキとか、いい色してるな。シーズン12頑張ってよかったぜ。ニューキャンセルの良さ少しでも引き出すぞ。ちょっと味方と同じ氷を売りか、一旦ここ降りといて、結構俺と向か気をつけろ。サンスコ取っといて、しっかりちゃっかり。なるほど、ここでどんどん前に行くぞと。おっとカットしていく。で、ここでどんどん前に行こう、どんどん前に行こう。ここで、シールドに一応変えることができると。しかし、敵も、カットしていきながら。ナイス味方、いいね。で、プロテクト、こっちまで。移動してきてもらうこともできるということで。なるほど。これまずいですね。一旦下がりますか。サクッと下がって、サクッと回復。で、リチャージも結構早いと。いいですね、リチャージ早いのも。なかなかに屋上にいらっしゃると。ニューキャッスルに良さ出していくよ、これ。ちょこっとあさるか。てかもう近いな。作っていこう、使っていこう、しっかり使っていくよ。なるほどな。ここでちょこっと前に出るぞ。ちょこっと前に出ていこう。ちょこっと前に出よう、ちょこっと前に。終わっちゃったか。ちょこちょこ前に出ながらの、ウルト破壊しといて一回休憩しよう。いいね、ウルトも溜まったね。早そうな気はするんだが、立て、少しずつ前に行くぞ。ここで一回場所固定で、ナイスマット、ナイスマン。上下と下で分かれてるんですよ、上と下で。上部部分を破壊されたけど、ちゃんと俺しゃがんどいたから、下のダメージ入ってなかったな。いや、いいじゃないの。どうすか皆さん、ニューキャッスル、ウルトもたまったん、次ウルト使いましょうか。味方もナイス、強すぎ。オルタネーター、はいはいはい。じゃあ一旦こっち行きますか。カーで行きましょう、カーで。これ回転できんのかな、回転させること。一回これ使うでしょ、使ってプロテクター移動。なるほどね、自分が向いてる方向よく分からんな。なんかでも反転させることもできそうですね、いい感じに。で、今使っといたでしょ。で、例えばこっちに来てくれって言ったら来てくれるのかな。壁を貫通してくることはないと。なるほどなるほど、壁に引っかかりはあるということで。まあでも一回あっちに変えとくか。あとで R31 作るのもありやと思うから。よーし、いただきますね。こっちだな、ようやく銃声が聞こえましたわ。さあさあさあ、この奥絶対いるね、間違いなくいる。ウルト残しておこう、とっておきのために。とりあえずこの正面にいるの分かってるぞ、しっかりと。ちょっと R31 も作りたいから。やってんなやってんな、この上で。もう一個置くか、これっすね。カットしといて、まだいるっしょ。カットしていく、しっかりといただくぜ。おっと、これ敵来てるよね。あ、いるね、いいとこおるね。
やっちゃいますか。このニューキャッスルの良さを出すのであれば、ここで、あ、なるほどなるほど、白展開し、こうでしょう。どんどんいこう、どん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 いこう。でここで前に前線上げていけながらじわじわ詰めるぞ。俺は一旦バッテリー巻くぞ。リチャージ結構早いね。あれ別場にあるとか。なるほどなるほど。だったらここでウルトドで展開縦張っといてワンマガ落としていく。縦割ろう縦割ろう。耐久値減らして前に詰めてしっかり入っていくよ。いいじゃないの。ここでこうプロテクター守るよ守るよ守るよ。もうちょい前行こうか。はい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 。ナイスカバナイスカナイスカバ。いいね。でこの盾を逆に利用していく。どんどん詰めよどんどん詰めよ。どんどん行こうどん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 行こうどんどん行こう。でリロードするやろ。でここで逆に盾と違う方向からナイスカバーだ。美しい。いいじゃないのいいじゃないの。相当綺麗よ相当綺麗よ。でもなんかプロテクトのこのシールドめちゃめちゃ使いやすいな。前にぐーっとゆっくり詰めていくだけでもだいぶなプレッシャーっすよね。いいね。しかもリチャージはまた早いからさ、なんかウルトのさっき距離感結構近めでしたけど、僕もうちょい奥めにセットできるっぽいんで、すげーちょっと溜まったらもうちょい奥に行ってみますか。がっつり攻めの姿勢でいきましょう。次味方の方もうまい。ありがとうございますカバー。さっきの挟み込みよかったな。こういうところで上高台取られとってもバーンシールド相手ちょこちょこ前にギュー圧かけていくみたいな。まあでも耐久値がやっぱあるから、あのシールドにも上下で分かれてると思うんですけど、集中砲火されてシールド壊されたらちょっとしんどいな。やっぱその間に少しでも体勢整えて早くレッツゴー再使用みたいな、そういう感じのムーブメントが求められてくるんじゃないかなと思うんですけどね。いかがでしょうか。すいー。でも楽しいな、かなり新鮮やと。けどなんかシールド系いいね。いかがですか。なんか銃声聞こえたな今この奥だな。攻めのウルトいきますか。次キャッスルボール、攻めの多分ね前にギューン踏み込んでダーン設置できるシールドと思うんですよね。いくよザーン。これはかなり攻めの攻めの姿勢。でもそういうことっすよね。今の感じみたいにガッツリ踏み込んでってなんか強いような気がするな。今のすごいな踏み込み。でもああやって金色だ入り込むことができるということですよね。そう考えるとえぐいな。めちゃめちゃパワーあるやん。だいぶおもろいぞ。ちょ攻めていきますか。いる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 。ここでプロテクトでしょ。プロテクト遅れてないか。遅れてる遅れてる。ゆっくりゆっくりゆっくり。合わせ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 。一回前行くか。おっと。カットしてく。プロテクトはこっちだ。こっちはこれかプロテクト。攻めの姿勢で行くわ攻めの姿勢で。出るか。カットしてく。さらに。この上にいるよな。どうしようか見えた。カバラ。あと見えた。あとワン舞台か。よしあるぞこれ。ウルトのたまり早いな。もうそろそろ使えるよまた。おっと。レース来たか。ナイスカバー。ニューキャッスル。カットしていく。いや最高やな。ウルトもがっつり前に入り込む感じで使うこともできたし、あのなんか移動型のプロテクトシールドでしたっけ、あれもいい感じに使うことができてもう大満足ですわ。これニューキャッスル新レジェンドいいっすね。完食20丸でございます。ということで改めて12キルダメージ、1878ダメージということで味方も強すぎ、いい連携でした。舞台攻撃力16ということでありがとうございました。マッチから退出ということで皆さん改めていかがでしたでしょうか。少しもナイス1位ナイスチャンピオン思っていただけたらグッドボタン高評価ポチよろしくお願いします。いやいいね、ニューキャッスル2勝するバッチ獲得、いいじゃないの。うわ高まってきたね、記念すべき1勝目だからだ。おーおいおい、いいねいいねいいね。おゼロノックダウンで勝ったんだ。
最高じゃないっすか。ってことでありがとうございます。こんな感じで今後もですね、マイペースにエイペックスレジェンズ楽しめたらなと思っておりますのでね、今回のこの動画改めて少しでも楽しめたよとか、ナイスファイト、ナイスチャンピオンと思っていただけたら、グッドボタン、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価の数はですね、マジで活動のモチベーションの向上にグーンとつながるということで、今回もワンタッチしていただけたらマジでめちゃめちゃ嬉しいです。ということで今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。バイバイ。